してる。ゆきちがいつもクッキー焼いたみたいな匂いする。何そのいい匂い。かわいいやろ。かわいい。かわいいね。かわいい。届け。たた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 止まれ。見てるこれ今。カウントダウンティーク見てる？え、見てない。見てないか。誰の歌？え、今のでわかるやろ。もう一回歌って。たたたた。たたたたたた。なんか。あ、来たお母さん。絶妙なタイミングで来るな。え？やっほー。来た。来た。ゆきちゃん。ゆきちゃん。ふりゃ。ふりゃ見て。モンスターゆきち。ふりゃ。おばあちゃんいるよ、おばあちゃん。おばあちゃん。誰がおばあちゃん？誰がおばあちゃん？めっちゃ整ってるテレビ電話やん。いつもの光景やん。今日のテレビ電話やん。そりゃ、おばあちゃんで。ゆきちゃん、ゆきち、元気か？どうしたどうした？どうしたの？ゆきちゃん。反応してるわ。撮りたい？かわいい。ゆきち。あれ怒ってるやん。なんでお母さんの声聞いて怒ってんじゃん。うん、なんか。どうしたの？リンク、リンク固まってるから。下降りる？下降りる？いい？あれ、ゆきち。何怒ってるん？ゆきち。お母さんが帰ったから怒りだした。なんでやねん。なんでやねん。なん、深刻なってのに。ゆきちゃん。お腹空いてんじゃないの？なんか喋ってるわ。まだ眠たいのかも、寝てたから。ああ、そうなんや。うん、寝かしてあげ。おやすみ、ゆきち。こんな美女姉妹を産んでくださってありがとうやって。いいえ、こちらこそ。ありがとうございます。何そのよそ行きの声。よそ行きの声。ゆきちおれへんやん、もう。ななだけやったらもういいわ。なんでやんな、さいなら。そんな感じ？どうでしょう。さすが。ねえ。ピンクおとなしい。ちょっと、あ、肩が疲れた。家族のテレビ電話みたいって言われてるやん。そうやで。え、すずはメイクしてんの？してるよ。なんで？今日は収録やったから。あ、そうなんや。はい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 、ゆきちくん登場です。ゆきちー、ゆきちー、ゆきちー。かわいい。かわいいやろ。めっちゃかわいい。ゆきちゃん、ちょっとさっき寝てたから元気になっちゃって大変や。もう落ちたん？うん、見てこのお尻、超かわいいな。歩いてる時もお尻が超かわいい。マジ、お尻が超かわいい。うん、うん、あ、かわいい。ゆきちゃん真っ白。なんなんゆきちゃんって。え、なんか言っちゃう。ゆきちゃん、うん、ふさふさがかわいいやろ。そうやね、真っ白と真っ黒。うまやな、ピンク黒いもんな。うわ、来た来た、ゆきちゆきちが来たから。ゆきちに会いに来んのかい。ゆきちほら、おばあちゃんかわいい。ゆきちゆきち、聞こえるか？呼んでるよ。ゆきちびっと、ほりゃ。ゆきちかわいい。かわいい。ゆきちほら、見てみな。ゆきちゃんだよ。
人形やん、ピンク。おとなしすぎやん、ピンク。ピンク人形すぎん。どうしたどうした、いきちあ、また怒り出したんじゃん、ちょっと。いや、降りたがってるやろ。なんかお母さん来たら降りたがんねんけど。ゆきち、こら、そんなことをね、したらダメよ、ゆきちゃん。ゆきち、かわいい。ゆきち、尻尾振ってんねんけど。会いたい。かわいい。会いたい、ゆきちね、キンくん会いたいよね。4月13日、ゆきちの誕生日やけど、何くれんの？え、マジで？うん、13日なん？13。へえー、そうなんや。1歳になります。あ、まだ1歳になってなかったんか。まだ、そうやで、まだ11ヶ月。そうか、4月13日で1歳。へえー、そうなんや。何が欲しいの？え？何が欲しいの？おいしいお菓子とかわいいお洋服。洋服着る？着る。嫌がらへん？全然嫌がらん。あ、そうなの？ピンクは嫌がるけど。わかった。じゃあちゃんと用意しとくわ。やったね。やったね、ピンク。みんなからもプレゼント待ってまーす。あ、待って。その前に奈々ちゃんの誕生日だねって。あ、奈々ちゃんの誕生日はおめでとう。それだけで。はい。嘘。そう。うん。もうそれだけで。なんか来れへんの？え、ゆきちの時は奮発する。そうやね、うん。まあでもその方が嬉しいわ。ね、私も自分の誕生日よりもゆきちの誕生日を楽しみにしてる。親バカ。ね。ゆきちの誕生日はね、ちゃんと写真撮って思い出にしてあげないと。あのお誕生日のなんかあのなんかあるやん、あの帽子みたいなんとか、あんなかぶせて写真撮ってよ、ゆきちゃんの。ね、撮りたいね。うん。送ってちゃんと。うん。額に入れて飾っとくわ。うん。みんなプレゼント待ってるよって、ほら。かわいい。おいしいおやつとかわいいお洋服、僕に交代って。みんな。ピンク言い返せ。ピンク言い返せ。ピンクお誕生日いつやったかな。ピンクの誕生日覚えてないな。ピンクの誕生日は、うん。知ってんの？うん、知ってる。12月7日やで。マジで？うん。そうやったっけ？ほんまに？ほんまに。だって。ちょっと近いね。あ、そう。へぇ。なんかピンクとユキチとお揃いの着せたいよな。確かに、ね、ピンくんでも服着たら固まっちゃうからね。動かなくなっちゃうから一瞬だけね、うん、家族旅行でみんなで着れたらいいね。ほんまやね。ほんまや、うん、全員お揃いの。全員お揃いの。人間も、うん、人間もみんなお揃いで。絶対かわいいやん、うん、ね、ちょうだいね。そっか、選びに行くわ、服、かわいいの。どうして？うん、そうするわ。おとなしくなったやん、吉。うん？おとなしくなってるやん。おとなしくなった。ご飯食べて、お腹いっぱいになったのか。ピンクはずっとおとなしいよ。辛いね、ピンク。静止よ。うん、ピンク全然動かへん。もう抱っこされてたらずーっとこのまんまや。かわいい、ピンク。ピンク。会いに行きたいわ。何にも反応せえへんから。かわいい。で、じゃがいもは全部できたの？え、今切ってるところ。まだ今から水にさらして。うん。そんなんできるようになったんや。沸騰する。そうやで。へぇ。冷蔵庫がちっちゃくて。ああ、そうやな。うん。一人用サイズの、うん、やつ欲しい。だってね、昔は料理なんかそんなしなかったもんね。うん。全然。ね、最近ようやってるやん。やってるよ。うん、ね、まあ、やらなしゃあなかったらやるんやな、そうやってな。うん。
そうやね、お家におるときは何にもしなかったけどね、うん、ちょっともそうなるんかな。ちょっともそろそろ一人暮らしやな。うん、そうそう、そうやな。言うといて、ナナちゃん、料理もっと言うといて。うん。嘘つけ。絶対一人暮らし嫌って言ってたやん。いや、するよ。したいよ。したいはしたい。反応しちゃった。だってお姉ちゃんあっち来ても、すずはもう座ってるだけやもんな。いや、だってさ、お姉ちゃんの家の仕組みとか知らんし。何仕組みって。なんか。あんのそんな仕組み。ここにここ直すみたいな、ここからここがあるみたいな。ないない、お姉ちゃんとこはないないない。うん、まあ確かになさそう。あるわ、あるわ、ちゃんと。あった。あと。ちゃん、ピピさんいるからね、ちゃんと綺麗にしなきゃね。ほんまやほんまや。そっか。じゃあまた遊びに来るわ。うん。じゃあね、よかった。うん、はい。あ。腕が誰がメインの配信なのかっていう。ほんまやな。いや、一人暮らしな。一人暮らししたいの？したいよ。したいとは思ってる。けど、うん、一人でいるときに、うん、お風呂とかあんま入られへんから。どういうこと？あのさ、そのまんまの意味。怖いってこと？お風呂入るの。そう。なんで？普通に。怖い？怖い。まあね、お家はちゃんと入れた方がいいからね。うん。まあでもさ、